15のハンガリーの農民の歌は、バルトークベーラによるピアノのための作品である。この作品は、バルトークが珍しくいつ作曲を得たのかを自筆府に記述していない。そのため、各曲の正確な成立年度がわからないが、講述するような奏功などの資料などから、少なくとも、第7曲から第15曲は1914年には完成しており、 残りが1918年までに作曲されたものであると考えられている。完全にオリジナルの作品ではなく、バルトークが1909年から12年、1918年に収集した民謡の性質を活かしつつ、ピアノ伴奏を付加した、いわば一種の編曲作品である。大きく分けて、以下の4部分に分かれる。なおコンサートピアニストでもあったバルトークは自身でも、 この曲をコンサートでよく取り上げ、自身でも録音を残している。しかし、初演以降は、古い部曲の9曲か、第6曲のバラードを加えた10曲でしか演奏していない。内は、元の民謡のタイトル。ルバート・アンダンテ・ポコルバート・アンダンテ・スケルツォ、アレグロ・バラード、アンダンテ、ポコ・ア・ダージョ、ピュー・アンダンテ、マエスト・ソ・アレグロ・アレグレット・アレグレット・リス・テッソ・テンポ。 アッサイモデラート・アレグレット・ポコピュー・ビーボ、アレグレット・アレグロ・アレグロ歌詞のない旋律、バグパイプによって演奏された。組曲の第6、第7から第12、第14、及び第15曲の9曲は、1931年にバルトークにより還元楽編曲され、ハンガリーの農民の歌という題名で1933年に発表された。また、 バルトークのピアノの弟子の一人で、後にフランスで活動した作曲家ポール・アルマは、1952年に第6曲を除いて、フルートとピアノのためのハンガリー農民ー組曲の名で編曲し、楽譜はウニベルザール出版社から出版されている。第2、第4、よび第7から第15曲、BB80R、そして3つの未出版曲。なお、 バルトークはこの時点で出版を計画していたが第一次、世界大戦の影響で中断したことが分かっている。第1、第3、および第、第56曲 BB80 ビット、2、3、そして3つの未出版曲。出展ウージェフェルーチヨスサフ、A バルトークブレビアリウム230ページ。ありがとうございます。